オタハの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだ劇場版トランスフォーマース最後の機種に登場する、TLK22、ニューバンブルビーだというわけで、早速レビュー行きましょう。じゃんこれがバンブルビー。もう説明不要ですね。歴代のトランスフォーマーの劇場版の、まあ、ほぼ主役みたいなキャラクターですね。 もうこれを知らない人はいないんじゃないでしょうか。名前がニューバンブルビーとなっていて、今回の最後の機種用ではデラックスクラスのバンブルビーが2つ発売されていて、前作のロストエイジの時のバンブルビーと、あとは今回の新しいニューバンブルビーが発売されました。いやー、これの変形ギミック、すごい面白いんですよね。パッケージの背面、ロボットモード。トランスフォームするとビークルモード、車になります。これの変形ステップは17。 今日はね変形をじっくりお見せしますさあというわけでねまずはバンブルビービークルモードからじっくり見ていこう今回のニューバンブルビーのビークルモードのデザインこれかっこいいですよねライトの部分はダークメタリックブルーそれからブラックのペイントやロゴマーク細かい部分が塗装されていますこの部分もブラック横 今回ホイールは塗装されてないですね。で、あの、この部分は塗装が施されてるんですけども、明らかにあの、成型色と、ちょっと色味が違うんですよね。まあ、多めに見よう。それからここの部分なんだけど、ちょっと隙間ができちゃうんですよね。まあ、ここも多めに見ようかな。後ろ。天面の部分。このウィンドウの部分は、クリアーパーツになっています。 このように、コロ走行ができます。それから、付属品。ブラスターがついています。これは後でロボットモードの時に説明するんですけども、腕ごとを交換する式なんですよね。黄色い塗装が施されています。でこれは、ビークルモードの時はここにマウントしておくことができます。まあ、ちょっとこう、ビークルからはみ出ちゃうのは、ちょっと邪道かなと思うんだけど、こんな風に余らなくしているのがいいですよね。 早速、他のトランスフォーマーと一緒に比較します。バリケード。大体同じくらいの大きさですね。次。今日はいっぱい出てくるよ。バーサーカー。ここまでがディセプティコン。さあ次。ハットロッド。これのビークルモードもかっこいいよね。次。コグマン。これ日本国内版の販売が少し伸びましたね。 どんどん行こう。クロスヘアーズ。黄色と緑。派手ですね。さあ、そして最後のデラックスクラス。スクイークス。さあ次。ボイジャークラス。ハウンド。クラスが違うので、少し大きいです。もう一つ、ボイジャー。I'm Optimus Prime。そして、オタファお気に入りジャン。リーダークラス。 キャリーバーオプティマスプライム。やっぱオプティマスの横にバンブルビーがあるとなんかいい。あとはこれとも比較しましょう。じゃんロストエイジの頃に発売されたデラックスクラスのバンブルビー。これは海外版の限定版になっていて、まあカラーがちょっと違うんだけど、デザインが全然違いますね。最後の騎士用のデラックスクラスのバンブルビーの最初に発売されたやつはこの形。 さあ、ここに、バンブルビーを並べると、じゃんこのようになりますあーやっぱこれだよ少しずつ集めていって、ずらっと並んだこの絵面、たまらないですやっぱ、バンブルビーがあると、こう全体が締まりますね。これと、これがディセプティコン。あとはやっぱりここに、ドリフトが並んでるともう最高だね。ドリフトのレビュー、楽しみにしててください。 さあお待たせロボットモードにトランスフォーム <laughs> 今回のバンブルビー、オタファテクニカルレベルズバリ4かなまあ簡単すぎず、難しすぎず。で、細かい部分にピンがたくさんあって、まあ、ロボモードに変形させるよりも、これ実はビークリにさせる方がちょっと難しいんですよね。まあ、今日はね、いつも以上に特にゆっくり変形させていきます。それでは行きましょう。まずは後ろ。ここ。 この部分にロックがあって、それからウィンドウのここ。ここにもロックがあります。こうやってピンを外します。外すと、ウィンドウが展開できます。反対側も同様。ロックを外して、ここ。ちなみにビークルモードに戻すときは、ここ、このクリアパーツの中にロックがあるんですよね。これを忘れないようにしてください。 そうしないとね、こうピタッと合わないです。さあ、そしたら、ここ。これが全部繋がってるんですよね。ウィンドウのこの部分で引っかかっています。ここを、こうやって、引っ張ります。で、ここを外す。そしたら、後ろもここにピンがあって、引っかかっています。これを外して、後ろに持っていく。さあ、そしたら、下半身。 ここを半分に割る。この足の変形面白いんですよね。僕のお気に入りの MPM03 マスターピースみたいな変形をするんです。ここ。そしたら次は、ここ。このパーツを内側に持ってくる。そしたら、このパーツの、ここにロックがあって、見えるかなせーの。これを外す。そしたら、ここに分割線があって、 で、ここにピンがあります。ピンのロックを外す。これを外すと、このパーツが動きます。角度はここまで持ってくる。さあ、そしたら、このパーツがこっちに折ります。これすごいですよね。で、今ブラブラになってるんだけど、これはここに受け。それからピンがこれ。これをこのように。 くっつけますここがね、ちょっとこう外れやすいんですよね。これで片足の変形が完了。反対側も同様。ロックを外して、今度はここ。このパーツが下に降りると。 下半身の変形完了。次は上半身。まずは車体横。この部分を外して、こっちに持ってくる。そしたら腕はここでロックされています。このロックを外して、前に出して、僕の場合はね、腕を一度上に上げます。こう。こういう風になります。反対側も同様。これは ここにロックがあります。ロックを外して、ここもロック。こそしたら、このグレーのパーツ、これを、ワンクリック上に起こして、ここに穴があって、これがピン。全体を下に下げて、ロック。 そしたら、腕を下に下ろして、これが拳。正面はこっち。反対側も同様。さあ、そして背面。これすごいんですよね。畳む。畳む。さらに、折りたたむ。そうすることによって、側が消えるマジック。 これをデラックスクラスで再現できるってすごいなぁと思いました。ちゃんとマスターピースのフィードバックがあるんですよね。さらにウィングも同様。ピンを外して下に下ろす。ここにもロックがあります。反対側も同様。ここもマスターピースムービーの時にあったギミック。そして最後、正面のパーツをこのように斜めに上に起こせば、 完成ニューバンブルビーロボットモードだご覧ください見事にロボットモードに変形しました。これ、あの全体のプロポーションがすごくいいんですよね。めっちゃかっこいい。ちょっと離れてみるとこんな感じ。うん、足が長くて、この辺の上半身この辺にボリュームがあって。いや、いいですね。あとはここ。 4枚バネを再現しています。さっき変形の途中で言ったんだけど、MPM3。マスターピースのバンブルビーの、本当に変形させて面白いようなところっていうのが、今回のニューバンブルビーにフィードバックされているんですよね。早速近くで見ていきましょう。まずは頭部。えー、っとね、この顔はね、僕個人的にはあんまりかっこいい顔ではないなと思う。まあ、人それぞれ、あの、好みはあると思うんだけどね。 なんて言ったらいいのかなな、なんかちょっと違うような顔なんだよな。もうちょっとこう、つぶらな瞳感が出るとよかったんだけどな。頭部の可動は結構優秀で、こう、上に大きく上げることができます。左右ももちろん問題ないです。続いては腕。この辺は干渉するものが全然ないんで、大きく可動します。肘は90度。ここにロール。 指の形はいわゆる C ジョイントになっているんですが、持たせる武器などは特に付属していません。腰。問題なく稼働します。足。付け根はボールジョイント。膝。でね、これ、ちょっと触ってるうちに、ここはブラブラしちゃうんですよね。これだけがちょっと残念。ロール。それから、この部分に可動はあるんですけども、まあ、人型でこう使う関節ではありませんよね。 足首は前後。あとはさっき言ったように、こう、いじってる弾みで、ここがね、こういう風になっちゃいます。この辺はピンの渋みを、こう、強化するといいですね。アクションこんな風に、躍動感のあるポーズをつけることができます。次は武器。これがね、僕、あんまり好きじゃないアレンジなんだけど、こここの関節のところから、取り外して、 腕があった部分にこのブラスターを取り付けると。これがね、とっても硬いんですよ。左腕を交換してブラスターを取り付けると、このようになります。で、取り外した腕は、腰の部分に穴が開いていて、ここに、このように取り付けることができるんですよね。このブラスターにもピンがあるので、同様にここにマウントしておくことができます。まあ、パーツが余るのが嫌な人は、後ろにマウントしておくといいですね。 アクションブラスターを取り付けた手には関節があって、このように曲げることができます。これがあるんで、反対側の腕には取り付けられないというわけですね。なんで左腕なんだろう <laughs>。右腕の方が僕は良かったんだけどな。さあ、それでは他のトランスフォーマーと比較。バリケード。第1作の頃にバリケードも、まあ、バンブルビームも登場してるんだけど、そこから比べるとデザインが両方ともかなり変わりましたね。 ディセプティコン、バーサーカー。さあ次。ホットロット。大きさ的にはホットロットの方がちょっと大きいかな。コグマン。これもヘッドマスターギミックがあっていいよね。クロスヘアーズ。このトレンチコートみたいなやつがかっこいいですよね。最後のデラックスクラス。スクイークス。次はボイジャークラス。ハウンド。ちょっと大きいですね。同じボイジャーの オプティマスプライム。このボイジャーオプティマスプライムもいいんですよね。そして、リーダークラス、キャリーバーオプティマスプライム。それから、ロストエイジの時のバンブルビー。この方とちょっと一緒に並べてみましょう。もうデザインが全然違いますね。僕個人的にはね、好みはあると思うんだけど、顔から下はこっちの方が好きで、頭部はね、こっちの方が好きなんですよね。なんかヒロイック。 こうしてみるとやっぱり、うん、両方悪くないですね。でもやっぱり、こっちの方がなんか新しいっていう感じがする。さあ、そしたら、ここに、バンブルビーを置くと、じゃーんこのようになります。あーやっぱり最高ですね。ここに、あー、ドリフト、並んでるといいね。ビークルモードの時にも言ったんだけど、トランスフォーマーの楽しいところってこうやってずらっと並べた時、苦労して集めてよかったなって本当は思いますよね。 この動画を見てる君は、どれか1個ぐらい持ってますかもしくはね、みんなほとんど持ってるのかな本当にどれもいいよね。どれもおすすめ。というわけで今回のトランスフォーマー最後の騎士王に登場する TLK22 ニューバンブルビーのレビュー、いかがだったでしょうかいやー、この変形、すっごい面白いですよね。これはまさしく、もう何とか言ってるんですけど、MPM3 バンブルビーの、あの、美味しいところもギュッとフィードバックしてるんですよね。 僕は過去の劇場版のバンブルビー、ほとんどあの手に取って遊んだことがあるんだけど、今回のニューバンブルビーは全体的にバランスが良くて、非常に良い,いおもちゃだなと思いました。ただいくつか残念なところがあって、今回の最後の騎士用のトランスフォーマーって全体的にこう塗装箇所がちょっと少ないですよね。なので、パッと見た時に、ちょっとチープな感じに見えるんですよね。まあ、これは腕に自信がある人は部分的にこう塗装を施すといいですね。 多分これ見違えると思います。あとはレビュー中、なんとか言ってたんだけどね、これ。これで <laughs>。まあ気になるのはそのぐらいかな。ああとね、武器この腕を丸ごと交換するっていうのは、トランスフォーマーにおいてこの差し替えっていうのは、僕の中ではなしなんですよね。だからちょっとこう、本体の進化は見えるんだけど、なんかこういうところでちょっと、こう、僕は残念だなぁと思いました。まあこれも好き好きですね。 あーあと、そしてこれが最後。あのね、これ、本当におすすめしたいんだけど、過去に発売されたアイテムの再販というのかな一部塗装や仕様変更した、ムービーザベストっていうシリーズがあるんだけど、なんと <laughs>、これがね、また発売になるんですよ。で、その時の仕様は、今わかってるところだと、新たに塗装し直されて、あとは武器。劇中に登場したアックス。さらに、こっち、さっきは左手にしかつかなかったんだけど、これの、 右版がつくんですよね。率直なところ、これの、今回のおもちゃのアップグレード版なんですよ。なので今、ああ、これが欲しいなーっていう人も、もし待てるならそっちを待っても僕はいいんじゃないかなとも思います。まあ、そうじて僕は一通り触って、これは非常に良いものだなと思いました。まあ、傑作とはまだ言えないけど、非常に良いものです。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。オータファのトランスフォーマーのレビューがもっと見たいなという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなコツでも結構です。ーオータファー、僕もこれ買ったよ、とか。あ、変形ギミックが面白かったね、とか。あー、オータファー、ドリフトのレビュー待ってるよ、とか。他にも、今回のニューバンブルビーのこと、他のトランスフォーマーのおもちゃのこと、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタフでした。 またねー